フリードリヒ・ウェルウィッチフリードリヒ・ベルビッチュはオーストリアの植物学者、探検家である。アンゴラの砂漠で人気植物のウェルウィッチアを発見したことで知られる。ケルンテン公国のマリアザールの豊かな家に生まれた。父親はスロベニア系で、スロベニア語での姓はベルビックであるとされ、母親はドイツ系であることが知られている。父親は法律家で、 息子に法律を学ぶことを望んだが、ウィーンで医学と植物学を学び、カルニオラモラビアで医師として働くが、植物学に専念するために1839年に医師を辞め、オーストリアを出た。当時珍しい植物を取引する、ビュルテンベルク植物協会の植物標本交換会があり、ポルトガルへ赴もき、植物標本交換会にカナリア諸島、 マデーラ諸島などで採集した植物を送ることにより収入を得た。ポルトガル政府もベルビッチに興味を持ち、1853年に当時ポルトガル領のアンゴラへ派遣された。アンゴラのナミブ砂漠でウェルウィッチアを発見した。さらにアメリカ大陸以外で初めて発見されたサボテンであるリプサリスも発見した。 8年間のアンゴラにおける探検と採集を終えて1861年にポルトガルに戻ると1863年により良い研究環境を求めてイギリスに渡り自然史博物館や王立植物園の援助を受けて採集した膨大な標本の分類作業を行った。著書にアンゴラの菌類がある。膨大な標本の大部分が火災で失われた後、ロンドンで没死した。 残された標本は、ポルトガル政府とイギリス自然史博物館で所有権が争われ、分け合う形で保有された。ウェルは、植物の学名で命名者を示す場合に、フリードリヒ・ベルビッチを示すのに使われる。ありがとうございます。